すごいな今日は。これが本当のホワイトハウスですね。そうですね、そうだっけ、そうだっけ。女の子の幽霊出るかな。さあ、精神病の少女が監禁されてたんだって。2階に監禁されてます。はい、2階の窓に鉄格子がついてますからね。そうここが限界値ですか。誰先頭で行く？じゃあ俺が行こうか。はい、おし、俺についてこい。なんか出るかな。ねえ見て、俺のカメラ、暗いところでも明るく見えるんだよ。すげえ、ほら、本当だ、電気高いって言ってましたもんね。15万円した。わずかな光があればそれを数千倍数万倍に増幅できるという。犯罪もできますね。盗撮にも持ってこいですね。後で今日撮ったの YouTube 載せますんで。よいしょ、よいしょ、お邪魔します。前ここに階段あったんですよ、入ってすぐに。そうそう、すぐに行けるようになった。はい、でも階段跡も10年以上前ですよね。ちっちゃい頃行きました。こんなところがはしご、線路のところが長いはしご。これ裏側をよじのぼ、川をよじ登って入りました、2階に。ここまで、そこにですね。めっちゃ寒い。あ、これがねえ、どうした、なんか出た。ここから出てくるんですか。ここ前の玄関だね。じゃあ裏行きますか、女の子探しに。はい、女の子名前つける。ミカちゃん、ミカちゃん、ミカちゃん、ミカちゃん。誰それ。アバルだね。あとお子さんになったから。よくこれ長靴洗ってる俺が。これ前ね、この裏から登って入った。ほら鉄格子がついてる。うん、裏はね、草がすごいからね。うわ、回収レント落とした。え、鉄格子すぐそこにあります。ありますよ、こっちだよ。わあ、まだ落ちたりするんだ。あれが鉄格子だよ。鉄格子って何のために使ってたんですか。いや、精神病の少女を閉じ込めておくためだって。でもある日少女が狂って、あ、言わない方がいいですか。
怖い話するんですけど。ごめんなさい。いや教えてほしいのかなと思ったから。皆川ひろみさん。2階もあるよ。けど階段がないから行けない。そう階段壊れちゃったんで。でもさっきあの裏の壁をよじ登って2階入りましたよ。10年前に。10年前。はい。今はちょっと太ってしまったんで。え、どうやって登ったんですか？階段あったんですか？階段ない。壁をよじ登った。はい。え、で鉄格子から入った。いや窓から入りましたよ。この真上の窓から。鉄格子でやばくない？そんなにやばい子だったの？精神が狂ってたんだよね。最後は一個惨殺して自分を自殺したという、うん、ここでここで一家を殺して自分は別のところに自殺したって。あれ何でこんなとこに石が積んであるの。いや何どうですか。これ何この石。待って待って分かんない。待って積み上げる。やめましょう。これ全部やだ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 ですよ本当に。ダメよくそういうのないの。ない大丈夫大丈夫見切ったの。よくそういうのない。いやない。なんかさほら死んだ子かなんかがさ石積み節子飲みすぎじゃないこれ。それ日蓮の洞窟だよすぐそこ。ここからほんの数百メートル石積んであります。積んであります。見に行きましょう、うん、見に行きましょう。すぐそこですよ。行きましょう。ちょっとてかてかさっきローソン出て最初の踏切覚えてますか。はい出てます。この踏切のすぐ横ですよ。行きましょう。女の子が引かれたの。あそうなんですか、ね、はい。ナイスアシスト。ナイスありがとうアシスト。ありがとう。ごめん傘がさっきからさ植物にめっちゃ刺さっちゃった。俺半年前にここ一人で来たんですよ、うん、で帰ろうとしたらそこにでっかい女の子の絵が置いてあってびっくりしました。置いてなかったのに最初は。はい最初置いてなかったのに。置いてなかったの。だって俺一人しかいないのに。松本さん。え、何ですか。どうにかしてください。後から来ないでくださいよね。とりあえずその映像。とりあえずその映像 YouTube 載ってますもん。女の子の絵もちゃんと映ってますよ映像に。どこに。え？YouTube の映像に。でもその絵が今来たらなくなってる。半年前はここに置いてあったんですけどね。帰ろうとしたらここに。あ、なんかフラッシュがした。誰か写真撮った。はい幽霊かと思った。怖いじゃん。怖いよ。結構家狭いね。ね、狭いよね。だってさ、家入ってすぐ外交官の別荘っていう噂ですからね。うん、別荘別荘のところに隠れてたね。別荘の2階に。日蓮